はい、どうも皆さん、お疲れ様です。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレーダー、新シリーズですね。今回は、前作、ライズ・オブ・ザ・トゥームレーダー、半年前ぐらいにね、やってったわけなんですけども、今回はこのシャドウ・オブ・ザ・トゥームレーダー、こちらのタイトルをですね、やっていきたいと思います。まあ、トゥームレーダーシリーズはですね、まあ、ほぼほぼ、ね、過去ほぼやってたわけなんですけども、まあちょっと明るさして、ああ、なるほど。ストア。これ違いますね。オプションでちょっと。言語字幕オン。周辺会話オンにして。没入感 こんなの設定できるんだね。サウンドはこれで大丈夫かな。フレーム、はい。な感じかな。はい。じゃあ、というわけで、じゃあやっていきましょう。初めから、セーブデータ。はい。結構か まあ、ノーマルで。行きましょう。いやー、楽しみですね。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー。まあ、トゥームレイダーシリーズ、過去やってますけども、まあ、前作のライズ・オブ・ザ・トゥームレイダーもね、めちゃくちゃ面白かったんで、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー、この夏またね、この夏と言いますか、録画してるのはね、夏なんですけども、ララとの冒険を楽しもうかなと思います。Welcome to Shadow of the Tomb Raider。結構、あれなんだよね。歴史及び文化の専門家たちと協力の開発を行う。ね。こういう風な、民族性だったり、こういうのもね、ゲームの中では、表現するっていうのも大事なことですから、これをね、事前に表現するっていうのも大事なことですね。フォアはフレンド、マイク・シャーロック。ドカーンって言ってる。ドカーンって言ってる。突然始まるからね、こういうの。やだよ、いきなり。おー、スクウェア・エニックス。もういきなり顔がドーンとかっていうパターンのやつだからね。ああ、すごい、コントローラーがもうものすごい振動しております、今。すごいコントローラーブルブルしてる。ああ、機体が。ジョナンとララ、ジョナンめっちゃめちゃやばいこと死にかけてるからな、あいつ。まあララも身体能力と運の良さと生命力の強さはすごいからね。ジョナ、聞こえる？2日前。参ったわね。
あら、大丈夫？足挟まってんじゃん。ダメね。ララ、大丈夫か？ジョナ、私よ。ちょっと動けないけど、足が岩に挟まったの。助けるよ。ダメよ、トリニティが目の前にいるのに注意を引きたくない。今行く。ちょっと待ってて。俺だ。痛い。よー、痛い。抜けた足。すごい映像が綺麗になったな。よし、頑張れ。登れだな。よいしょ、頑張って。アイスピックが相棒だからね。トゥームレイダーシリーズではアイスピックよ。おお、始まった。トリニティの紋章。始まるわけですね。ここから。出たわ、ジョナ、気をつけて。発掘現場の中は罠だらけよ。何？トリニティの仕業か。何かを守ってる。6週間経つのに、ここのトリニティのトップは手がかりをつかませない。でも町の人がメキシコの死者の日に VIP が来るって言って盛り上がっていた。本当かよ。名前はドミンゲス。調べてみよう。あー、すげー。What? 増えてるね。すごい、今までいなかった動きや。うわー、すごいね。この足怪我してない、よく登れんな。あんな危ない危ない。ジョナ、やったわ。今向かっている。もうすぐだ。待ってなくてごめんなさい。気をつけて。うわー、なんだこれ。何これ、光輝いてますよ。太陽の光を浴びて。綺麗。完全に C4 やん。ちょっと古いね、デジカメね。ララ、わあ、こいつはすごいな。調べた甲斐あって、奴らの目的が分かったな。ええ、でも歓迎されていないようね。お父さんのメモに助けられた。ジョナ、ちょっと痩せた？
さっきの通路が崩れた時にやられたんだな。傷を見てやろうか。いえ、大丈夫。こりゃ一体なんだ。星座だわ。この言葉は謎かけになってる。薄紅の魚。魚？銀の冠の山。銀の冠の山。日付があるけど、何かおかしい。削られたように見えるわ、誰かの手で。なんでトリニティはこんな工作を？違う、これはもっと古いわ。でも誰が手を加えたのかしら。あ、え、ララノー、今すぐ逃げるんだ。ララ、ダメ、まだ終わってない。来るんだ、早く逃げろ。もうこういう冒険家っていうのはすぐこういうことしやがる。ほら早く、ああ早く早く、痛い。あなたがいなかったらまだ写真撮ってたかも。それはどうかな、ジョナ。なあ、出直してカフェで落ち合おう。ドミンゲスが来るはずだ。いいわね、私は謎かけを解く。日付が関係あるかも。そうだな、魚と冠の山、俺も調べる。あとそのカフェはきっと飯がうまい、うん、シェフを知ってる、うん、お腹空いてない。マジか、俺は腹ペコだ。クジラも丸ごと食える。食いしん坊かっつって。メキシコですね。あ、これあれですね、1日に1回あれじゃないの、死者の魂をね、メキシコのお祭りじゃないですか。いたぞ。ドミンゲス博士の情報は？いや、発掘現場を仕切っているようだ。父の日誌にも何度か出てきた、うん、植民地時代以前の遺跡のエキスパートよ。みんなベタ褒めしてる、うん、町の恩人だと。足はどうだ？ジョナ見て、謎かけ、生き方よ。隠された都を求む者、岸辺を南に、薄紅の魚に会い。ああ、そいつが分かったんだ。アマゾンだけにいるピンクのイルカだよ。なるほど。まだある。そして双子が語らう銀の冠の山に蛇の心臓を追え。見て、蛇っていうのは星座の海蛇座のことだわ。この星が心臓ね。沈むのは南西よ。アマゾン川の南西ってことはブラジル？ペル。ペル？遺跡のこの日付、ほらよく見ると手が加えられてる。この数字は一見マヤ数字の13だけど、本当は8だったとしたら、しかも再差運動で。え？ああ、再差運動、つまり地軸の向きが変わることにより地平線上に見える星の位置が少しずつ変わるの。おマヤ歴で言えばだいたい2000年分の再差だわ。蛇の心臓はこの頃真西に沈んでいたのよ。だからブラジルじゃなくてペルーなのか。トリニティは間違えた。その通り、銀の冠の山っていうのはペルーにあるんだわ。それから何か鍵のことが書いてある。トリニティは隠された都で何する気？博士、ありました。何？見せてみろ。今の聞いたか？追いましょう。おい待った、ここはトリニティに見られている。周りに溶け込もう。そういうこと？トリニティの奴らは武装している。増援も呼んだらしい。接触しないようにするわ。この前みたいなことは避けたいもの。はい、というわけで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと短いんですけども、今回シャドウオブザトゥームレーダー第1回目はここまでとなります。またね、ララと、こういう冒険ができることを非常に楽しみにしておりますけども、次回からもお楽しみに。お疲れ様です。